岐阜県土岐市に町きゅう。土岐市といえば陶磁器生産量が日本一の町。そんな焼き物の町に今年1月にオープンした紅葉ベース、土岐市の有名陶磁器メーカー紅葉陶器が手掛ける器の複合体験施設です。土から食卓までクレイトゥーテーブルっていうコンセプトで紅葉ベース作ってるんですけど、器のすべてを体験できる施設です。作るところから食卓に届くまで工場見学やワークショップ体験などを通して器を丸ごと楽しむことができる新スポットなんです。カフェダイニングでは料理に合わせて厳選された自社製の食器で食べることができ、気に入った食器を隣のショップで購入することができちゃいます。ランチのセットでは地元産のお米や土岐市産の新鮮な野菜を使用していて、体に優しい味付けに。一見野菜だけのように見えるこちらは、なんとカレーが現れました。お重のように重ねる盛り付けは陶磁器メーカーならではの器へのこだわりです、ね、ユニークなメニューは他にも。コーヒーを注文してみると出てきたのはコーヒーと微妙に形が違うカップが3つ。実はこれ飲み比べセットなんです。マチキュー、ここでクイズです。この飲み比べセットで変わるものは何でしょう。 A 味覚、 B 暑さ。陶磁器の町土岐市にオープンした体験施設、飲み比べセットのカップには秘密が。これで器の魅力に取りつかれること間違いなし。正解は A 味覚です。3種類のカップの違いによって下に触れる箇所が変わってきて、それによって味わいが異なってくると言われています。なんとカップのフォルムの違いで味覚が変わるというんです。例えば丸みがかった形が特徴のバレルは甘みを感じやすい下の先端部分に最初に触れるため豆の甘みが際立つカップ。代わって側面がまっすぐの形が特徴のアロマは酸味を強く感じやすい下の後方に流れ込むようになっています。口が触れる部分が反り返った形のピノは舌全体に流れ込むことでバランスの取れた味わいに。実際に飲み比べをしているお客さんの感想は、香りとかその酸味がなんか多分一番こう多様に感じるっていうか、私はこの一番甘みを感じるまろやかな感じが好きだなって思いました。コーヒーの種類を変えるのではなく、カップを変えて飲み比べることで味わいの変化を楽しむ、まさに陶磁器メーカーならではのユニークなメニューです。土岐市をはじめこの陶磁器の産地として盛り上げていきたいっていうのと、器の魅力をただこう使ったりとかそういう部分だけではなくて、どういうふうに作られてるのか使われてるのかっていうのもお伝えして盛り上げていきたいなというふうに思います。